こんばんは。ハードモードですね。ハードモード、今日出てきて、多分明日にあげるからハードモードやっていくんですけど、これサブ章でやっと60人モード来たかな。で、この章、まあ知ってると思うけど、難しいステージの中で難しいギミックしか入ってないステージ、なんて言ったらいいや、まあ、何パターン、ステージに何パターンかあって、その中で難しいのは厳選されてて、それしか出てこないモードみたいな。で、結構、決勝がね、ファイナルが、風雀書ばっか来るらしくて、で、風雀書の練習にもちょうどいいんじゃないかなって思うんやけども、1位取りたい。ほい。で、このハードモードが来る前に、パキパキのトライアルが来てて、パキパキばっか出るやつが来てて、で、結構前に、ヘキサのやつも来てて、で、そういう、この、なんか同じコースばっか出てくるやつって、苦手やったら練習するときにほんまにいいんで、まあ、風雀書が苦手とか言ったら、ブローアップか、まあ、これか、ハードモードでいっぱい出てくるけど、で、まあ、パキパキ苦手やったら、パキパキのサブ章やり込んだりとか、ボタンバッシャーズもなんか出てくるらしいね、そのうち。ボタンバッシャーズもやったりとか、やば、これは やらかした。だが1位は、OK。で、僕は、クラマウのイータスの動画を固定に、今、現時点で固定にして置いてるんですけど、イータスの使い方の動画を。あのイータスの使い方の動画を撮ったんが、確かね、イータスばっか出てくる、イータスのステージばっか出てくるサブ章でやったんですよ。で、まあ、そう、サブ章がそれでほんまになんか練習に良くて、で、結構クラマウのそういうのとか、まあ、ロステンの2連ダイブとか、ファイナルとかやったら結構、使いづらいと思うんですよ。そういう挑戦しにくいというか、まあ、クラン欲しさにね、ちょっと挑戦しにくいというか、まあ、そういうのもあると思うんですけど、それは、サブ章でいっぱい来るときにめちゃくちゃ挑戦して、おまけ覚悟で挑戦して練習した方がいいと思う。クラマウのイータスなんかは、もう使えるか使えないかでめちゃくちゃ変わってきて、使えなかったら負けるってことも結構、もちろん使えたら勝てるし、僕も結構クラマウの勝率とかは、カスタムとかでも全然普通にいいんで、あれはやっててよかったなって思ってるんですけど、よかった、サブショーとかこういうハードモードとか消えるときに、ハードモード、そうそう、雪玉サバイバルがね、1分半から2分に伸びてて、そのめちゃくちゃ難しいバージョンの雪玉サバイバルとかも耐えてみるみたいな。あとブロックパーティーとかも多分やけど難しいの出てくるから、ほんまにやり込んでみてはどうでしょうか。なかなか終わらないんですけど、まあ、多分ちょっと周りのガイズも、周りのガイズもって言い方はすごいけど、強いんかな。誰か落ちるかな？誰か落ちるかな？で、そう、このロールアウトとかも3ロールでフルーツ飛んでくるやつなんで、結構難しいと思う。あんまり落ちないけど難しいと思う。初心者の人でもね、もうやり込んで、やったら多分上手くなれると思うんやけど、ちょうど雪玉サバイバル出てきたんで、あれ1分半やったっけ？これ普通の雪玉サバイバルが1分なんかな？多分ね、めちゃくちゃ長いと思うんですよ、この雪玉サバイバル。普通のやつより。簡単な形来てしまってるけど。だから、割とこの簡単なあれでも死んでくれると、いや、自分が死ぬ確率もあるんですけど、死んでくれると思うんですけど、で、こういう雪玉は僕は、雪玉の後ろとかついていくかな。回りながら、このステージやったら、この形やったら。で、自分目線先に、お皿のあの、角のとこ乗った、あ、やば。角のとこ乗った、雪玉、これ見ながら、他の雪玉を見て、次こっち行こうか。
で次あっち行って、衝突は普通に注意で、ちょっと離れようか、離れて、OK OK、で次こっち来たらあっちで衝突するんで、衝突するとしても、でこっち 見といたら多分あっちで衝突する、でこっちね、こっちの方移動しといたらどこかで衝突するって感じで、こういうやり方ではあるんですけど、いいのか悪いのかはちょっと危な危な、いや、ちょ、解説しながら死ぬの嫌やな結構ね、死んでくれたと思う。で、ヘキサと12人でヘキサ、そうそう、確かね、これね、クラウン2つもらえたんかな。あ、で、自分、そう、今も PC 版にしてるんですけど、やっぱりね、プレステよりはやりやすい。プレステよりは全然やりやすいと。あ、そっち渡ってこれたんや。あ、ジャンプ出なかった。よいしょ。あー、マジか。多分ね、こっちの方がちゃんと食いといて来ないと思ってるんやけど、めっちゃ来る。あ、でもあっち渡れるかな。よいしょ。ここを使うしかないか。ヘキサもね、あんまりちょっと言っちゃえば得意じゃないというか、あれなんですけど。よいしょ。あー、行かれた。よいしょ。大丈夫大丈夫。ここを送ってと。おー、マジあのね、結構ね、こういう公開マッチのあれって、ちょっと走り回る人とか紛れてるからそれから逃げるあれでもあるよね。あ、マジか。いいとこ取れたんちゃうかな。まだもう一人どこおる、わからん。オッケー、ナイス。ちょっと今ちょうどいいんですけど、リリリが来て、リリリのこれこの斜めにあるやつってハードモードでしか出ないんですよね。カスタムのハードモードでも出るんですけど、これ結構珍しくて、生き方があるんですけど、それだけちょっと解説していきます。で、生き方が、まあ、とりあえず行くんですけど、あの0個目ってか、まあ、1個目 の下についてるやつを、まあ、ジャンプでダイブとかジャンプして入れて、で1個飛ばすんですよね、確か。ちょっと僕もこれ久しぶりにやるんですけど、よいしょ。あかん、これね。で、あ、ここじゃない。ちょ久しぶりすぎて。で、ここを内側ですね、内側に行ってこうとって感じで、ちょっとめちゃくちゃ折ったらやりづらいんやけど、内側にやってこうでいけるってことです。はい。で、真ん中はまあ普通にいつも通り、ちょっと今間違えたんですけど、1回目ってやって、OK。 で、あとナイトフィーバー、リリリに続いてもう一個だけあるんですけど、これ今斧が最後にあって、手前があのアポロなんですよね。で、その2つがちょっと特殊でもないけど、まあちょっと言いたいことがあって、で、一番手前のアポロなんですけど、まあまあこのハンマー、この斧かな、この斧はあんまり関係なくて、で、このアポロはなんか速さが違って、もしあのね、初心者とかやったら、この真ん中は一番今速いんですけど、ランダムでこれ速さが変わってくるんで、今やったら右がこれ多分ね遅い方なんですよ。で、これやったら多分一緒かな、これは左の方が遅い、いや一緒かな、これは一緒かな。今はあの速い方と遅い方があったりするんで、ちょっと難しいって人は遅い方行った方がいいと思います。はい。で、最後の斧にも、そう、最後の斧もね、
早いのと遅いのがあって、まあ、それがランダムなんですけども、今多分一番右が遅かったかな。一番右が超遅いんですよ、あれ。ほら。で左が速くて、真ん中もまあ遅いですけど、右が一番遅い。だからこの右が一番行きやすい、こうやって。まあ、真ん中やったら、ちょっとわかるかな、ま、真ん中と右は、今から、ここから見て右は、ちょっと速いっていう。まあ、それだけです。ということで、終わります。ありがとうございました。